回りました。今週も始まりました小室ゆりの夜サプリ。ここから30分お付き合いください。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家小室ゆりがお届けするあなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組は占い癒しところ薬務庵、恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食系以上3社と、沖縄県 FM 大和、逆でしたね、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。さて今週もどうぞよろしくお願いいたします。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室ゆりです。メッセージいただきました。母母ハンポさん、お久しぶりです。癒されアクティビティということで、私の癒されアクティビティはゴルフです。お、ゴルフ、はい、妻と一緒にツーサムで回っています。あ、ツーサムっていうのは2人で回ることですね。特別な話はしませんが、ビルや人のいない場所を2人で歩いているというだけで妻の気持ちが穏やかになる気がします。これがうちの夫婦円満の秘訣かもしれません、というメッセージいただきました。ハンポさん、ありがとうございます。あれですね、先週占いで癒されアクティビティというテーマで萩原薬務先生に書いていただいて、で皆さんの癒されアクティビティ教えてくださいね、というメッセージを出したところ、メッセージ送ってくださいましてありがとうございました。ゴルフいいですよね。私もゴルフ好きですよ。うまくはないです。120ぐらいで、だいたいどこのどんなコースに行ってもどんなホールでも120で帰ってくるっていう大荒れすることもないんですけれども、100を切ることもないっていうね、うまくもなく下手でもなく、皆さんと笑いながら楽しめるぐらいのレベルだと思ってもらえればいいのかなと思うんですけれども、うん、こう2人で何もしてないわけじゃないんですけど、ゴルフしてるからもうこういう時間を共有するっていうのはすごく大事なことだなって思いますよね。うん、いいですね。ゴルフ行きたいです。もう一方メッセージいただいております。お名前が書いてないんですけれども、まあどこにいるかは分かる、読みます。17ライブリスナーです。誰だ先週は空さんネタが多かったですね。配信で空さんが出てくると癒されまくりです。また配信で空さんのお名前が見られると嬉しいです。誰だありがとうございます。こっちにもねメッセージ書いてくださってありがとうございます。私の癒されアクティビティはクーさんを抱っこすることです。確かにね、その17ライブ内で私ライブ配信もやってるんですけども、ちょいちょいコーギーのクーさんを配信内で出しててだいたい眠いよねえねえ眠いよって言ってるタイミングで出すから、ボヘーっとした姿が映っていることが多いんですけど、うん、やっぱりワンコさん、まあ、ペットって癒されますよね。なんだろう、抱っこした瞬間とかこう手に触れた瞬間に自分の心の中がブワッとあったかくなるみたいな、ないです、そういう経験ないです。それがね、こうオキシトシンといって安心ホルモンっていうものが出ている瞬間なのかもしれないですけどね。いやでも癒されアクティビティ本当本当大事ですよね。私こうカウンセリングとか、まあ、お悩みを受ける立場なので、自分を自分で癒す方法っていうのを知っておかないと、ご相談者様のこの思いたいものを受け取ることもあるので、そこをねうまくこう流していくというか、自分の中に溜め込まないのもカウンセラーのスキルだなと思ってますね。引き続きあなたの癒されアクティビティ教えてくださいね。さて今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントはラブリサーチ、女性のための恋愛アンケートサイトラブリサーチ提供のアンケートをもとに女性心理を解き明かしていくというコーナーです。今週のアンケートは
これ男性はおやばいって思うかもしれないですね。女性に質問、パートナーはアフターセックスを十分にしてくれますか。必聴ですよ。大阪占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修による週末の占いサプリもお届けします。今週は梅雨に負けず日々を楽しもう編です。今週末の楽しみポイントをお伝えします。番組では皆さんからのメールメッセージ募集しておりますよ。番組への感想、リクエスト、癒されアクティビティお待ちしております。 FM ヤマトをお聞きの方はメールアドレスyuri@fmyamato.co.jp yuri@fmyamato.co.jp へ。 FM ギノワンをお聞きの方はメールアドレス797@fmginowan.com 数字の797@fmginowan.com へ送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。ラブリサーチ。このコーナーは女性のための恋愛アンケートサイトラブリサーチ提供のアンケートをもとに女性心理を解き明かしていくというコーナーです。早速入っていきましょう。女性に質問、パートナーはアフターセックス十分にしてくれますか。この質問に対して138名の女性が回答しておられます。アフターセックス十分にしてくれますよと答えた方は57名、41.6% の方が満足していると答えておられる反面ですね、物足りない、してくれないと思っている方は81名、 58.6% の方がもうちょっとなんとかならないって思ってるっていう、こういう数字が出ましたね、じゃあしてくれないと思っている方、これね、この後のコメントの数が非常に面白い傾向だなと思ったんですけれども、してくれない、あまりしてくれないという方のコメントが3つしかなかったんです。それに対してしてくれてるんです、すごい幸せなんですってコメントしている方が多分これはね30件以上のコメントが入っていて、この辺にもこうね傾向って出てるんじゃないかなって。でしてくれない、ちょっと不満だわという方のご意見から言っていきたいと思いますが、終わったらすぐ寝る、自分だけ言っておしまい、自己中、出したらすぐシャワーを浴びるか寝るかのどちら、終わったらすぐにテレビを映画を見る。耳が痛いね、耳が痛いね、男性ね、耳が痛いね。多分ね、これに集約されると思うんですよ。してくれない、もっとしてほしいって思っている方って、で男性側もこういう傾向に終始されると思うんですけれども、ここでねこの女性のアフターセックスと男性のアフターセックスを語るにあたり、我々が知っておかなくちゃいけないということがあって、世の中一般で言われている賢者タイムというものがあります。これね女性がね意外と知らないんですよ。先日の女性限定のセミナーでもこの賢者タイムについてお話ししたんですけど、9割方知りませんでしたね。賢者タイムって何ですか。あ、賢者タイムを知っている女性の方がレアキャラなんだっていうことを初めて私その場で知ったんですけど、この賢者タイム何かというと射精後不応期と呼ばれるものです。射精後に何もしたくなくなる、触ってほしくなくなる、対応できなくなる、こんな時間が訪れるんですけど男性にね、これを不応期、つまり賢者タイムと呼ぶんですね。
で、この賢者タイムの対応が結構ここが男性それぞれで、この賢者タイムがそこまで強くないよっていう人もいれば、どんなに大好きな女性であっても顔も見たくない、触るな、触れるなと感じてしまう人も中にはいる。なので、このアフターセックスをより良い時間にするためには、男性にはこの賢者タイム、対応できなくなる瞬間が射精後すぐに訪れるんだということを知っておかないと、女性が望むようなアフターセックスタイムは過ごすのが難しくなってしまうということなんですね。では対して、アフターセックス十分にしてくれるんですっていう方のご意見、こんなご意見。終わった後すぐに対面になって大丈夫？と聞いてくれて、おでことかにキスをしてくれたりします。私の体をすごく気遣ってくれる感じがして癒されてます。あ、やっぱりありましたね、こんなご意見。彼には賢者タイムがないらしく、くっついてお話ししているうちにどちらもなんとなく気づいたら眠っている感じです。やっぱない、こうね、反応として出にくい方も中にはいらっしゃる。こんなご意見もありましたね。元彼は達した後即寝タイプだったので、違いに感動しています、笑い。やっぱこの女性にとってこの賢者タイムは本当にあるかないかで全然このアフターセックスの満足度って変わるし、アフターセックスを満足させることがつまりは女性のセックスそのものの満足につながるって言い切ってもいいぐらいなんで、男性もね、この賢者タイムというものが自分にあるのかないのか、あ、これ他の方に聞いた方がいいですよ、これ聞いてるリスナーさんね。自分の賢者タイムと他人の他の男性の賢者タイムって明らかに違うので、もし自分がすごく賢者タイムが強く出てたとして、それでパートナーの女性、まあ、あえて女性と言いますけど、女性が悲しい思いをしているとしても、他の男性が賢者タイムが出てないとこともあるから、自分の賢者タイムが強いのか弱いのかっていうのをご自身が把握しておく必要があると思います。それが強いてはトータルのセックスタイムの女性の満足度を変えるということも知っておいていただきたいですね。本当にね、女性のコメントがめちゃめちゃ多くて、ハグしてくれたり、キスしてくれたり、ギュッとしてくれたりとか、こう終わった後もなんかイチャイチャしていられる時間っていうのが女性のアフターセックスの満足度を上げる。まあ、これも日本文化もセックスっていうね、行為の一つの象徴なんでしょうけど、どうしても女性の性というものは男性にとって価値のあるもの、言ってみたら風俗とかもそうじゃないですか。お金を払って性とを満たすサービスを受けるから、こう女性もね、セックスだけをフォーカスされるような対応をされる、つまり賢者タイムが強くて、セックス終わった後プイッと外向かれちゃったりとか、テレビ見ちゃったりとか、お風呂行っちゃったりとかだと、自分の性だけが私の価値なのかという感覚に陥りやすいんですよね。それが勘違いだとしてもです、そういう感覚に陥りやすいというのは知っておいてもらいたいな。だからね、まとめに入ると、アフターセックスをしないからダメ、するから、まあ、するはいいのするはいいんです、もうどんどんしてください。ないからダメなんじゃなくて、アフターセックスができない状況なんだということをお互いが知識情報として知らないから揉め事になる。もっとしてくれない、満足しない、なんで私はセックスの価値しかないのっていう勘違いを女性がしてしまいがちになる。なので、
男性がここで解消できる方法としては、ご自身の賢者タイム、射精後不応期が強いのか弱いのか、他の方とこれは一回検証してみる必要があるなと思ってます。そして女性は賢者タイム、男性には射精後触れてほしくない時間が訪れるんだということを認識しておく必要があります。好きな人に振り向いてもらえない、いつも振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ、恋愛スキルアカデミーは、恋愛から婚活、夫婦円満まで、あなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで、経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう、一人で悩まないで。お問い合わせは、インターネット検索、恋愛スキル協会へ。沖縄発のブランド地鶏、福雪地鶏。琉球食系では養鶏場作りから7年をかけ、沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏を完成させました。6ヶ月の時間をかけて安心安全に飼育しています。おいしいって幸せ。沖縄発のブランド地鶏、福雪地鶏。踊れ踊れ私の占いサブリ。大阪の占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリです。今週は12星座で占います。今週もですね、はい、梅雨に負けず日々を楽しもう編です。それではセクシーに参ります。おひつじ座、レインブーツ買いましょう。雨の日こそ楽しくお出かけするのよ。おうし座、雨が続くとお部屋で過ごすことが増えるな。部屋を片付けて気分よく過ごさせてね。双子座、この時期は絶景を楽しんで、雨に濡れる紫陽花がとっても綺麗よ。蟹座、激しい雨でお出かけが難しい、そんな時は本を用意して二人でしっぽり読書タイム楽しんで。獅子座、旅行したい場所を考えた？梅雨明けの夏旅、今から考えておいてね。乙女座、雨に影響されない楽しみ方してるかしら？美術館で素晴らしいアート触れてきて。天秤座、この時期は体がなまりがち、ボーリングでしっかりと汗をかいてね。サソリ座、6月が旬の食材を楽しんで。インゲンやトマト、おいしく食べてね。いて座、雨でお出かけが億劫な季節、出前のお寿司をとってホームパーティー開いてね。ヤギ座、
長雨が続くと心身ともに疲れちゃう。呼吸を大切にしたヨガでストレス発散してね。水亀座、雨だとお買い物に行くのも一苦労。ネットショッピングでお得なものを買い込んで。魚座、蒸し暑い日が続いて体が冷えがち。二人でたっぷりの湯船に浸かって体温めてね。大阪の占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占い大阪ヤクモ漢数字の8に空の雲と検索してみてくださいね。それではここで一曲聴いてください。全楽曲がサブスプリクションで好評配信中です。小室由里のアルバム恩返しからサマースノー2017。悔しいくらい君のことが好きだと気づいてた。時計の針を止めるほどの口づけを交わそう。 I love you かけ違えた優しさで間違えないように、ふわりと弾む長い髪とシルエットの君だけを追いかけた。記憶の隅に映るフォトグラフ、二人出かけた夜の海辺で暗くて何も撮れてないけど、それでもいいさ君といたから。暑い夏がまた訪れて、君をいたずらに焦がす。誰よりも輝く空、心ごと踊らせて。今は誰にも見せない、僕だけの君でいて。いただいているのは小室由里でサマースノー2017です。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室由里の夜サプリ、
そろそろエンディングのお時間となりました。いよいよ今週最後の開催となります女性限定のセクシュアルセミナー、セクシュアルフェミニンケアエデュケーション、私は私に帰る女性の自立と解放。こちらのセミナー3回にわたってお届けしてまいりました。最後となります第3回目のテーマは女性のオーガズムについてお話をいたします。瞑想のスペースで行われるセラピーとボディーワークが融合したマッサージ法を行っていらっしゃるサイキックマッサージトレーナー石村マテイさん、女性性時代のスピリチュアリティを伝えられているタオイストジャパン代表のタリカ・ディーバさん、そして私、男女コミュニケーション専門家の小室由里、3人3様の角度から女性のセクシュアリティ、そしてオーガズムへの解放が実は自立につながっているんですよ、なんてこんなお話をしていきます。どうぞご期待くださいね。お申し込みお問い合わせはタオイストジャパンホームページへお願いいたします。カタカナでタオイストジャパンです。また6月の28日ですね、こちらも、セミナー開催いたします。男性限定のセミナー、そして交流会、ぶっちゃけエロ交流会、これが20時から、同日28日の22時からは女性限定パジャマですっぴん会。こちらはホームページ、そして Facebook インフォメーション、小室由里 Facebook ページ等々 SNS ご覧くださいね。ここまでのお時間は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室由里と、占い癒しどころ薬毛庵、恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食系、以上3社の提供でお届けいたしました。この後はうまくで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します FEC チューンド。水曜日の担当は比嘉亮斗さんと付着海里さんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。そろそろ東京地方梅雨っぽい陽気になってきましたけれども、私意外と梅雨って好きなんですよね。デコボコのお二人さん、雨は好きですか？最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。男と女の一等厄介な違いは、男にとっては精神と肉体がはっきり区別して意識されているのに、女にとっては精神と肉体がどこまで行っても混ざり合っていることである。日本の小説家三島由紀夫の名言です。よくお分かりですね。女性は心と体一体化なんですよ。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私から